マイナビニュースをご覧の皆さん、こんにちは、井頭真奈美です。今回映画鬼ガールで主人公の鬼瓦桃香役を演じさせていただきました。この鬼ガールは、私が演じる鬼瓦桃香という女の子は鬼の末裔なんですけれども、すごく自分自身にその鬼だということにコンプレックスを持っていて、青春を楽しんでいくという映画にはなっているんですけれども、こう少しでも前を向けるような、そんな背中をそっと押してくれるような作品になっているので、ぜひたくさんの方に見ていただきたいなと思っております。映画鬼ガール、ぜひ劇場でご覧ください。鬼ガールって聞いた時って、ちょっと怖いお話とかに出てくるちょっと悪い鬼なのかなって思ったんですけど、でも全然そうじゃなくて、この鬼の末裔っていう役だったので、ちょっと人よりも力がすごく強かったりとか、運動神経が抜群に良くて、50メートル走を4秒で走ったりとか、ちょっと感情が高ぶったりすると角が生えてくるっていう可愛らしい鬼なので、なんかそこはちょっと安心しました。なんか本当にこう金を持ってこう人を殴りかかるみたいなシーンもあるのかなと思いつつ、でもそんなシーンは全くなくて最初はやっぱりちょっと気を張ってた部分だったんですけれども、でも現場に入ってみると、なんかそういう気を張る感じはなくて、なんかみんな本当にクラスメイトみたいな感じで、楽屋もラジオ体操をしながら、みんなで私がやろうよって言ったらみんなやってくれたりして、なんかそこからいつも朝が始まってました。もう超地元なんですよ。本当に家からその現場まで全然通える距離だったりとかしたので、そうなんですよなので、私が昔遠足とかで行った場所だったりとか、普段遊びに行っていた場所、ゆかりのある場所で撮影ができたっていうのは、なんか安心感がありました。